来年もよろしくお願いします。でも2勝2敗なんだな。強い打線やね。打つ方を有言実行した素晴らしい監督。広島にも勝ち越してるし、 A クラス入れば日尻まで行けるな。明日明後日の井上菅野からもボコボコ打てりゃ本物なんやがな。立浪終身監督爆弾ね。圧勝でござる。立浪様の功績。打つ方は何とかしました。今季は観客動員数が近年最高になる見込みです。立浪政権以降、球団のスポンサー収入が約2倍に増えました。得失点差の割に勝率高いので采配も有能です。来季も立つが続投やね。こんな有能の首を切るわけがない。むしろフロントは頭下げてでも続投をお願いする立場や。よかったよかった。打つ方なんとかなってて草。打つ方はなんとかなった。教授初回実験失敗しかけたけど持ち直して成功したな。ここへ来て春の強さが戻ってきてるやん。 A クラスあるで。3年やって監督というものが分かってきたんやろね。川越が覚醒しとる。打つ方は何とかします。打つ方は何とかします。両方実現する男。過去2年と比べたら順位爆上げしててすごい。でも2勝2敗なの草。これ見て立浪アンチは次はどんな難癖つけるん。中田中島で遊んでなければ A クラス争いしてそう。やっと戦える顔になってきたか。笑い。中日は打てないんじゃなくて打ててるけど得点効率が非常に悪いだけであって、噛み合えばそりゃこうなるわ。名称、打つ方は何とかします。人望、能力を見抜く力、采配の三拍子揃った監督。タッツが打線の最適解を見つけるまで時間かけすぎたが、来年以降楽しみな打線やな。来年は監督次第ではダークホースになれるかも。誠司さんありがとうございます。14、彦又。あっちゃんいなくなったら急に打ち出してて打てる。なお投げる方が終わりかけてる模様。早手に炎上して2軍相手に三振取れない柳が先発はやばいだろ。時点も大学生に打たれた根を出し先発が足りなさすぎる。 B クラスのチームってノリノリ状態の選手が出やすいからね。来週にはもう打線が冷えてそう。野手はこのまま成長すれば3年後競争だが、先発がゴミすぎて結局万年 B クラスだろ。現状高橋と小笠原しかいないのに、小笠原は今オフコスだろ。来年中地と草加と先発転向した橋本がローテに定着できたら希望はある。めちゃありそう。若手が伸びてきてるのに蓋になってた中田マジでいらんかったな。しかも中田で落とした試合かなりあるし、中田獲得は大失敗だわ。中田中島で遊んでる期間なかったら、これ普通に A クラス争いに参加して CS 狙えたよな。結局どっかの素晴らしい人が強烈な足かせになっちゃってる。今年は違うって言っているじゃないですか。中日ヤクルトって今から勝率8割超ぐらいないと A クラス無理やろ。それでも自力は消滅してるから上も負けないとダメだし。実際雑音が否定してたことの7割くらいは肯定してるよな。順位なんて監督だけじゃどうにもならんし、番長もなぜか、阿部もかなりメンタルに来てるから、まだシーズン競う気あるなら意味のある2連勝やったと思う。中日は監督以下みんな楽しそうでいいね。カリステフ賞、終わった。川越昇格、2軍でも結果出てないやつあげるとかふざけんな。川越昇格後、385、OPS1.025。やっぱ上辺の数字で判断するしかない。た素人の雑音は滑稽で面白いね。有言実行立浪和義。今季はチーム打率別に悪くなかったんだよな。あと1本が出なかった。ここ数試合は犠牲フライとか内野ゴロでもなんとか1点取るってのが徹底できてるから点入ってる。今日の試合、9回2アウトの田中幹也の守備位置は笑った。あれもう大木への侮辱行為だろ。バンドホームなのに先発がゴミなのは、過去20年もの歴史の中で、ドライチ以外で規定到達した投手がたったの2人しかいない無能スカウトが原因だからな。片岡いなくなってからなんか調子よくね。アツシは何やってんねん。いや、調べたら過去20年でドライチ以外の先発が規定到達したの中田健一だけだったわ。若松は規定到達してなかったな。
バンドホームなのにドライチ投手しか規定すら乗れないのはっきり言って異常だよ。開幕時の姿を取り戻したな。でも再来週くらいで返信が解けて結局阪神が得するパターンになったりして、立浪は監督よりもスポンサー獲得の営業担当させておけばいい。監督としては才能なくても営業マンとしては成績を上げるタイプ。その代わり先発きついよな。柳はなぜおは婚化したのか。辻本と津田は去年一軍で出てた村松、福永よりレベル低いし、三木屋と福永の介護官でしかない辻本と津田を指名したのははっきり言って失敗。そして5位と6位で高校生を指名せずに、社会人と独立リーガーの中継ぎ右腕を指名して、どっちも二軍ですら通用してないのがヤバい。つまりやってるドラフトがゴミ。スカウト総特会するか、もうスカウトの意見聞かずにドラフトサイト見て指名してくれた方がマシ。立浪が打てなくても不機嫌になったりしないで選手と接してるからベンチの雰囲気は悪くないんよな。ファンはピリピリやけど、勝っても負けても話題性は最強。安打数ならやっとるわ。得点になってなかったんや。ようやっとる。同年代の同ポジションを取りまくる編成破壊ドラフト続けてるけど、2年目が二遊間を埋めて機能してるのはすごいと思う。ヒノキ風呂は今日からベンチにおるから。立浪がつき、立浪がコネしてんかもち。座りしままに職夫は立浪。これはミスタードラゴンズ立浪和義。その44安打中今まで一番打ってきた細川が3安打しか打ってないのよな。まあだから横浜の初戦2戦目は落としたけど、昨日今日は他がカバーした。やっと打線になってきた気がするわ。米村と松永はクビにした方がいい。津田はまた米村案件。何が旅会より上だよアホかよ。監督やるからスポンサーがつくんだろアホチン。米村、ビッグさんはブライト、鵜飼、マサキ。米村、津田は渡来より上。こんな奴がスカウトのチーフやってる時点で中日に未来はない。絶望的に見る目がない。10安打以上でも無得点とか多かったから、打線として繋がればちゃんと点が取れるんだけどね。まあこれが持続してくれれば良いんだがな。それ言うなら阪神のドライチ先発で成功したのはこの20年で藤浪とのみだけやけどな。村松らの代の2022年ドラフトは大成功やったぜ。中地も怪我直せば良い感じになってくれるでしょう。二遊間は仕方ないわ。特にショートはマジで当たりおらんし、それやらんかった結果阪神みたいな惨状になるんやし。そら下位からも出てきてくれた方がいいんだけどさ、投球回が限られてるんだから、ドライチズがずっと投げてるんだから、そりゃなかなか回ってこないよねってだけの話じゃん。中田中島ロドリゲス諦めたらこれやで。せめてもう2ヶ月早かったらな。あとは細川石川がもうちょい得点圏で長打打ってくれりゃあね。細川なんてランナーいないと器用にヒットコースに落とすのに、得点圏だと謎に満振り三振満になる。せめて A クラス持ちでいいからついてほしい。得失点差の割には勝ててるって言うけど、得失点差が悪いのは起用する選手を間違えていたからでは。彦の川又好きとは年季入った流頭やな。さすがに小笠原は今年はメジャーいかんやろ。前任者たちが甘やかして潰してきたからね。そもそも川越って昇格直前は絶好調だったんよな。やっぱ岡林の調子が戻ってきたのがでかいわ。春先は首位独走に入ろうかというところで、我々は調整中の岡林をまだ2軍に残している。その意味がわかるな。とか調子こいてたのに岡林が1軍に上がってきてからチームが落ち始めたんだよな。細川の最大の敵はハマスタ定期。まさき顔が侮辱している。守備位置が侮辱している。新しい侮辱行為の誕生やね。細川って得点圏の三振別に多くなくない？得点圏 OPS とかはどんなもんか知らないけど、90打数19三振やから一得点圏より少ない。片岡とかいうデバフ。中日強くて怖い。この前のバンテリンでの巨人3連戦もう忘れたんか。初戦でお試し登板の先発ボコっていきり散らかしてたら2戦連続完封負け。今回も全く同じような展開になる未来しか見えん。巨人はなぜかカード頭の金曜を捨てるローテ組んでるしな。井上菅野が打てんとね。
先週がっつり負け越してる時点で得はしてないんだよな。サンタテしてから言ってくれ。タッツ可愛いから好き。川越打ち始めてるのマジ意味わからんかったな。どんな現象だよ。キックボス時代から成長しとるやん。これは続投決定やね。なお先発。よし、タッツ続投。2023ドラフト、2軍成績。津田、22、95、19、打率、200、0本、守備下手。辻元、23、230、51、打率、222、0本、守備下手。ハブ24、15試合防御率 5.06 被打率、333。加藤、25、9試合、防御率 6.48、被打率、294。WHIP2.40。やばすきて草。こいつら指名をしようって言ったスカウトの首切れよマジで。高卒選手でもないのに一軍どころか二軍ですら通用しないような選手が通用すると思った目利きがやばい。立浪の功績という風潮。津田は取った後だからそういうのはしゃあないやろ。まさきは今のソフバンのレギュラーで他球団ならクリーンナップが打てるくらい覚醒してるし。ブライトはスタメンで4タコ後に立浪指導が入って3打席に安打1四球と覚醒の兆しがある。鵜飼はまあ頑張れ。今日片岡いたぞ。なんかバットを指一本分短く持ったらしっくりきたらしいぞ。師匠の山川フォルムは真似しきれなかっただろう。そうかがけが明けてそれなりにやってくれないと完全に外れドラフトになりそうだな。2021ドラフト組もそろそろ誰かやってくれないとな。一軍昇格直前は打ってたから期待してた人多かったけどな。雑音は知らん。中日はそもそも捕手に問題あります。今季も B クラスかと。中日は開幕直後好調でしたが、その時に正捕手を加藤匠馬に固定すればマシだったかと。実は中日は一般的に高評価を得ている木下拓也と日本ハムに見限られた宇佐美慎吾の両方の捕手が足を引っ張ってます。インサイドワークの劣る捕手は両親なので、代わりに今季好成績の2軍の捕手を2人呼ぶべきでした。各中日が現役時代にリード面で問題のあった小田康平を平然と捕手コーチに据えているのは大問題です。山田勝彦、ウィキペディア。山田勝彦、1969年7月2日は愛知県名古屋市熱田区出身の元プロ野球選手、捕手、右投右打、コーチ。現在は北海道日本ハムファイターズのバッテリーコーチを務める。楽天コーチ時代には島本博、オリックスコーチ時代には伊藤光、阪神コーチ時代には梅野雄太郎と、あとにゴールデングラブ賞を受賞する選手を指導した。阪神時代の監督である野村は、山田を真面目な性格だと人間性を評価し、楽天のコーチとしても期待していたという。中日は主力打者がチャンスで打てておらず得点力に問題があり、規定打席到達していない脇役の選手がそれを補っています。しかし中日が一般的に評価されている投手力が、中日の勝利という結果には結びついていないのは、セリーグ規定投球回到達者の勝利数を見れば一目瞭然です。インサイドワークの劣る捕手は狼だからこのようなことになるのです。セリーグ規定打席到達者の得点圏打率8.23現在。広島小園317、矢野302、の間298、秋山286、菊池153。巨人岡本260、丸253、吉川225。阪神佐藤348、大山333、森下333、金本326、中野245。 DeNA 山本313、佐野311、宮崎284、牧225。中日細川315。ヤクルト長岡326、村上308、サンタナ306。
オスナ301。セリーグ規定投球回到達者の勝利数8、23。現在広島床田10、森下10、久野里6、大瀬良4。巨人菅野11と号泣山崎8。阪神才木10、大竹7、村上5。 DeNA 東10、ジャクソン5。中日小笠原5。ヤクルトなし。立浪監督と共に優勝したい。雑音はもうファンじゃないからな。おぞましい何かや。立浪がほぼ関わってなさそうな先発がクソじゃなかったら優勝やな。あるあるやな、こういう流れ。横浜ファンとかよくやってる。ヤクルトが勝手に圧倒的逆噴射しなければ普通に最下位だったからどうだろう。地龍くんの会話デッキ。中田、中地、ロドリゲスの3つしかないからかわいそうよな。まあにはかなりに同じ定型使ってたらコミュニケーション取れてると錯覚してるような状況だから仕方ないけど。中田が調子いいうちに石川が成長すればよかったんだけど、驚異の対ストレート率215で序盤は良かった。石川も対応されて打てなくなってたからファーム行き。岡林の復調もだいぶ時間かかったし、2年間で育ち始めた福永村松田中がいろいろと噛み合い出したのが今ってだけなのにな。にわかち有志は中田中島ロドリゲスってワード使えば自分も大好きな赤味噌さんに近づけたって勘違いしててかわいそうだわ。これが続けばいいけど、短期的にイケイケになるのは弱いチームにありがちだからな。4月、5月の転落みたいにならなければいいけどね。5月には冷え冷えだったのに中田が調子いいうちもクソもねえだろう。来年は優勝候補だな。ゴミ。バンド中日が近いんだから調子上げるの怖い。言うて横浜のゴミピー打っただけだしな。参考記録だろ。最下位争いでも中日の試合に人が入る理由よな。タッツは工業面では普通に名将やで。まだこんなアホなこと言ってるやつがいるのか。NPB 全体の動向に連動してるだけだぞ。岡林の副長と川越の謎覚醒がかなり大きい。箱庭しかないパの記録は中日に来てたらどうなってたか知らんが、仮に中日に来てても結果残してたとしたら、省いたやつが当たりだったなんてなおさら無能やん。いや、津田は指名前からそう言ってたよ。今日から冷え冷えになる気しかしないんだよな。ほんそんなに強くなっとるんか。8月、8勝10敗2分。せめて月間で勝ち越してから騒げ。勢いついたとこで G の抜擢大サービスやしね。この調子で頑張れ。初戦勝ったのに連敗して負け越しとか。3連勝の後に3連敗とかやらかしてるから今の順位なんだよな。4日って言うてますけど。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。